はい、どうもジャクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちら。はい、というわけで今回なんですけれども、今ですね撮影しているのが12月13日に日付が変わりまして、深夜の3時過ぎぐらいに撮っているんですけれども、昨日の12月12日ですね、はい、12月の12日に2つのお知らせがやってまいりました。この2つのお知らせね、かなり意味があるお知らせかなというふうに個人的には撮りましたんで、今回動画でね1本取り上げたいと思います。はい、でまあちょっとねその前に昨日の動画の編集に関してなんですけれども、まあ初めてかな、ほぼもう多分初めてか、いや初めてではないな、ちょっと1年前にね一部顔出しをしていた動画とかの時とかに、まあ多分横画面っていうのをやってたと思うんですけれども、まあその久々にですね、ちょっと前回の動画顔出しではないんですけれども、横画面での編集をやってみました。まあちょっとね、説明の動画とか、まあ字幕が多い、テロップが多い系のね、動画に関しては、多分おそらく今回の動画も横になってるのかなと思うんですけれども、ちょっとね、横画面もうまく使っていけたらいいなというふうに思ってます。まあでもちょっとガチャ動画とかに関しては、まああとプレイ動画とかね、できればまあ、まっすぐというか、まあ縦画面ですね。はい。が、一番やっぱり好評をいただいてる部分なのかなというふうに思いますので、まあちょっとその辺いろいろね、今後、まあ、試行錯誤しながらというところになるんですが、ぜひともね皆さんのご意見コメント等々でねいただければというふうに思います。はい、まあ、そのところで、深夜メンテナンスの実施予定のところから見ていきましょうか。はい、これがですね、12月の14日木曜日の、1時から5時59分というところで、かなりね大幅な久々の深夜メンテかなというふうに思います。で今が13日なので、まあ、明日ですね、はい、1日後の明日14日に、来るというところでございます。で、まあ、実施日時がこんな感じでして、内容としては次週リリース予定のバージョン 5.20 で導入する新機能事前準備のためという形で、お知らせが出ておりますが、まあおそらくこんだけ時間かかる新機能というところで考えると、まあ、リアルタイム対戦がついにねまあ、正式版で実装じゃないかなというふうに思います。はい、まあ、というところの予想を個人的にはしているんですが、まあ、ちょっとねまだ新機能というねざっくりのお知らせでしか出てないので、まあ、正直どうなるかなというところではあるんですけれども、まあなかなかね4時間5時間ぐらいかかるメンテナンスっていうのも珍しいので、うん、まあそうですね、対人戦リアルタイム対戦というのが来るのかなというふうに思います。で、まあ、メンテナンスが入るということは、まあ、その期間中にね、まあ、大きなイベントは基本的に来ないでしょうという予想をしております。でドリームキャラバンが1週間、まあ、6日間かな、6日間か1週間かどっちかのイベントだったと思うので、まあ、もしかしたらこの辺、そうですね、今日切り替わり15時で切り替わりなので、まあ、多分イベントの更新の方が先だと思うんですけれども、僕の今ね撮ってる時間帯ではまだイベントがね読めない状態で予想しますと、まあ、フェスタかルーレットヒッターあたりのつなぎ系、まあ、コーダの達人この間来たばっかだし、まあ、ホームランダービーの可能性もあるかな。まあ、この辺かな。まあ、あとは、覚醒系の可能性もあるかなというふうに思いますが、まあ、でもそのランキングとかそういう大きいイベントではないかなというふうに思います。はい。まあ、そういう予想ができますね。これだけでもね。はい。っていうところにはなるんですが、まあ、対人戦のね、そろそろ来てくれてもいいんじゃないかなというところではございます。ただ、次週リリース予定のバージョン 5.20 というところになりますので、次週でいうと、まあ、18日から22日の、まあ、平日でいうと18日から22日月から金の週のところになるのかなというふうに思います。ちょっと個人的にですね、今、まあ、本当に個人的な話なんですけど、引っ越しをしてまして、ちょっと引っ越しをすることになりまして、いろいろちょっとねバタバタしているんですが、まあ、ちょっと対人戦に関してはねがっつり動画撮りたいなと、もともとベータ版が来た時から思っていたので、まあ、ちょっと頑張ってその辺はうまくね両立してやっていきたいなというふうに思います。はい、ただまあちょっとねできるだけ当日にガチャ動画とか、まあ、その更新とかのね動画上げたいなと思いますが、もしかしたらちょっとこの1週間2週間ぐらいに関しては、まあ、ちょっとネット環境のね移行とかも含めてちょっと時間がかかりそうなので、うん、まあ、もしかしたら1日遅れとか最悪2日遅れとかっていう感じになっちゃうかもしれませんが、ご了承いただければというふうに思います。ただまあその分ちょっと年末年始のガチャとかイベントとかっていうところの配信等々はね頑張ってやっていければいいなというふうに思っておりますので、ぜひともね、まあ、その辺ご了承いただければというふうに思います。はい、でですね、そして、こっちですね、はい、最強決定戦のお知らせも来ておりました。ちょっとテンポ早いなと、感覚早いなというところにはなるんですが、だいたい2ヶ月に1回ぐらいのペースで来てるのかな。うん、最強決定戦オールスターリーグが前回来てから多分2ヶ月スパンぐらいになるのかなというふうに思います。
まあ、最強決定戦自体はね結構頻繁にやってもらった方が盛り上がることはね盛り上がるし、目標ができるっていうところで考えればね、最強決定戦が全然来ないよりかはいいのかなというふうには個人的には思うんですけれども、まあちょっと頻繁にやりすぎもどうかなというところにはなりますが、まあまあこれぐらいのタイミングならいいのかなというふうに思います。個人的にもちょっとねこのオールスターリーグ前回ちょっと悔しい思いをしたので、このオールスターリーグで、ね、来てくれたんで、まあ、リベンジチャンスをいただけたかなというふうに思います。はい。で今回行われるものはオールスターリーグとチームコスト360以下の360リーグですね、コスト360リーグの同時開催となります。でいつも通りどちらか一方のリーグにしか参加ができない形になりますが、まあ、自慢の最強打で実力勝負に出るか、限られたねコストで生かして勝負に出るかというところはあなた次第ですよというお知らせが来ておりますね。まあ報酬で見ていっても毎回そうなんですが、だいたいコスト360リーグの方が若干しょぼくて、オールスターリーグの方がやっぱり豪華になるというところにはなるんですが、まあなかなかねオールスターリーグで上位を目指せないけどコスト360であればっていう方とかもね、まあ本当にいらっしゃると思いますので、特にこの360リーグに関してはしっかりオーダーを考えられる人とか、まああとはまあノーマルスカウトを引きまくれる、そのスカウトポイントに余裕があったりとか、まああとは特訓もねそのコスト360っていう普段なかなか使わない選手たちも育成しないといけないので、まあ、その辺の余裕があるという方がおすすめになるかなというふうには思います。でもまあ360の方がまあ比較的そうですね、歴が短くてもというかそんなに課金額とかが多くなくても上位に行ける可能性は高いのかなというふうには思います。はい。まあ、ちょっとこの辺はでも今回ね360に参加することはまあ 99.9% ないので、まあ 99.9% 逆にオールスターリーグに出ると思いますので、ちょっとその辺まあ動画撮れるか難しいところですが、まあ間違いなくオールスターリーグに関してのご紹介の動画等々はね今後撮っていくと思いますので、まあその辺もお楽しみにしていただければというふうに思います。まあこちらもねぜひとも皆さんどちらに参加するかというところもねコメントで教えていただければというふうに思います。はい。でランキング上位には S ランク契約書や第9回最強決定戦の限定スペシャルアイコンも登場と。オールスターリーグではランキング3万以内、コスト360リーグでは1万位、あやっぱそうですね、2万位分ぐらいねちょっとやっぱりここの部分の差があるよと、報酬の部分の豪華な部分で差が、豪華さの部分でね差が出るよというところでございます。はい。まあ内容は異なりますよというところですね。でエントリー期間と試合期間が非常に大事なんですが、エントリー期間が9日から21日で試合期間が15日から22日。なるほど。でこれでですねこの最強決定戦のお知らせを見たときに、まあ、最強決定戦に関することもいろいろ考えたんですけれども、じゃあこれに対してある程度やっぱりガチャが予想できるわけですよね。まあ考え方としてはこのオールスターリーグに照準を合わせるね課金をしている方々、まあ、僕も含めて課金をする方々がたくさんいるわけで、じゃあまあこの育成の部分とかも考えて、まあ、ここにねどれぐらいのガチャを持ってくるかなという逆算をしたときに、ちょっとね最初年末年始外国人 OB ランキングかなというふうに思っていたんですが、ちょっとそれだけじゃなくてベスト9タイトルホルダーもかなり前寄せになる可能性があるかなというふうにちょっと予想を変えております。今のところですけれども、ちょっとね昨日ベスト9タイトルホルダーの動画をね出してる中で、まあだいたい去年と同じ年明けぐらいになるでしょうみたいな話をしてたと思うんですけれども、ちょっとこれだと年内にベスト9タイトルホルダー来る可能性もにわかに出てきたのかなというふうには思うんですが、でもまあ年末年始ランキングやることは間違いないと思うので、まあそこは OB なんだろうなというのを思うんですが、うん、まあどうなるでしょうというところでございます。はい。いやーちょっとこれでまた一つね予想が難しくなったというか、まあヒントにはなってるかなというふうには思うんですけれども、ちょっとまたねいろいろ考えるところが増えてきたのかなというふうには思います。はい。でまあイベントとかの話はまあ大丈夫ですね。はい。この辺はいつものところでしょう。本イベントで同じリーグにエントリーした全ての参加者がマッチング対象となります。ああそうですね。はい。いつも通りですね。はい。まあそんなところで2つのお知らせをざっと見ていきましたが、まあかなりね今後年末年始さらにモチベーションを上げるためにね、まあ、このオールスターリーグのその最強決定戦というお知らせとか、まあ360出る方にとってもねその最強決定戦っていうお知らせが来るだけでもね全然モチベーション的にも違うと思いますので、まあ早めにお知らせが来てくれることに関しては非常にいいことなのかなというふうに個人的には思います。なのでまあ最強決定戦に関してもねまたしっかり上位目指して頑張っていきたいなというふうに思いますので、年末年始ねまあちょっとそのさっきも話に戻りますが引っ越し衝動でねかなりマネーが飛んでるんですけれども、ちょっとねまあ課金頑張らないといけないかなというところですね。
まあ、年末年始かなり皆さんもね、お年玉とか、まあ、あとはクリスマスとか、まあ普通にね社会人の方であればボーナスとかっていうところで課金をねがっつりやろうと思っている方もいるんじゃないかなというふうに思いますが、ぜひともね皆さん一緒にこの最強決定戦に向けて頑張っていきましょうというところでございます。そしてリーグ戦もですね、いやちょっとねちょっと育成サボってるのもサボってるというか、まあ、なかなかやるタイミングを逃しているのもあって、まあどうせちょっともうすぐしたら 1.8 倍来るしなというところで渋ってる部分もあるんですけど、なかなかちょっと振るわない成績が続いております。はい、火曜日の第2節まで終了時点ですで、に7敗で52位というところですね。ちょっと厳しいですね。はい、というところではありますが、まあ引き続きちょっとねリーグ戦の方も頑張っていかないといけないというところでございます。はい、いやでもやっぱり今センターで追加来ている柳田選手とかもね欲しいですが、まあそれこそね前回のセンターのお話でもしましたが、ベスト9タイトルホルダーでもね出る選手になりますし、まあ昨日のね本当に何度も繰り返しになりますが、昨日の動画でねステータス予想とかもしてますが、まあやっぱりえぐい能力で出てくる選手、特に柳田選手、そして投手でずっと欲しいって言ってる菅野選手ですねっていうところとかを狙っていって上げることができれば、まあ、非常にチーム強化になるかなと。あとセレクションの部分でですね、菊池選手とか則本選手とか、この辺が特殊能力2つなんですよね、セレクションなのでっていうところなんですけれども、まあベストナインタイトルホルダーとかでねゲットできれば特殊能力3つになるので、まあ、最終的にその特殊能力全部で360のコンボっていうのを目指していきたいなというふうには思ってますので、まあ、それにさらに近づくのかなというふうに思います。まあ、360って口で言うのは簡単なんですけどね、まだまだ120なんでちょっと頑張って引き続き特殊能力上げも頑張っていきたいなというところでございます。はい、まあ、そんなところでね今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこの動画が参考になったよ、面白かったよという方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ喋っただけなんでね、なかなかちょっと面白みはないかもしれませんが、ぜひともね皆さんの高評価チャンネル登録はね僕の動画活動の励みになってますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけでまた次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。